はい、石教授です。学び直し、大人のための英文法は今回から、違う試みに入ります、今回からはゆっくり味わう英語の名言格言っていうのに入っていきます。で、この講座ではね、非常にまあ有名な人の言葉であるとか、まあ、格言であるとか、そういうのを英語で紹介しながら、思考を深めていこうという講座です。で、まあ、英語の、ね、格言名言を紹介するサイトというのは、ネットにもいっぱいあるし、まあ、そういうのもいっぱいあるかもしれませんけども、ここはしっかりと掘り下げてきちんと考えていこうと、まあ、ゆっくり味わっていこうという点で、格言を並べている、名言を並べているようなサイトとか、ちょっと一言加えているようなサイトとは随分違うものをしていきたいというふうに考えています。で、まあ、記念すべき第1回目が今回なんですけども、まずはマハトマ・ガンジーの言葉からです。Live as if you are to be die tomorrow. Long as if you are to live forever. 明日死ぬかのように生きろ。永遠に生きるかのように学べ。非常に深い言葉です。で、まあ、文法的に言うと、as if の中の you were to は、were to っていうのは、if の中でもこう使うときには、まあ、話し手としては実現可能性がないと思っていることに対して使います。よく受験参考書では、可能性がないことに対して使う。で、太陽が西から昇ってもとかいう例を挙げてますけども、ちょっと違って、話し手の主観においては、話している現在においては、話して自身は可能性がないと考えていることに対して使います。例えばこれはゆっくり味わう英文法のという本、これは今回ね新しく出す本なんですけども、これはこれまでやってきた学び直し大人のための英文法の中の、まあ、時制とか相アスペクトとかから、法ムードに絞って、まあ、ちょっと名言格言も入れたり、あるいは小説からの抜粋も入れながら、認知言語的なアプローチから少し学び直してみましょうという本を出します。まあ、ぜひとも購入してほしいというふうに思うし、まあ、読んでほしいと思う、まあ、読んで面白い本だと思います。その中にも取り上げた、まあ、この名言自体もその中にも入れています。まあ、if の中でワードを使うとありえないことというわけじゃなくて、話し手にとってはありえないと思えていることです。例えばこれもその例文ですが、 If he were to lose his job, what would his wife do? 彼が仕事を失うならば、ことになるならば、妻はどうするんだろうな。これ実現可能性ありますよね、当然客観的に言えば。犬がちょっと吠えました、失礼いたしました。で、実現可能性はありますけども、まあ、彼、話して自身はないと思いながら話してるんだろうなというふうに考えてください。そうすると、この as if to、 as if you were to、 これも as if はまるで何々かのようにっていう使い方ですけども、明日死ぬことになるかのように生きなさい。で、明日死ぬとは主観的にはこの話では思っていない、あなたも思っていないだろうということで使っています。もちろん客観的に言えば、明日死ぬ可能性なんて誰にだってありますよね。まあ、英語ではよく言う、After all, death suddenly comes. 結局のところ、死っていうのは突然来るものなんだよね。ということで、当然明日死ぬ可能性は私にもあなた方にもあるわけで。まあ、だけどとりあえず、まあ、ないと思って話しているというような状況です。まあ、文法的にはそういうことですね。で、明日死ぬかのように生きろ。まあ、これはどういうことかっていうと、まあ、今日が最後の日になるとしても、なるとしたら自分はどう生きるのかっていう話です、ね。明日死んじゃうとしても悔いの残らないように生きようね。ああ、またあれはやっとけばよかったなと思わないで済むようにしようね。ああ、しておけばよかったなと思わないようにしようね。まあ、そういう話ですね。で、今日できる限りのことをやって今日を全うしましょうと。こういうことになるわけだ。まあ、明日やればいいや。明日にしとこう。もう今日はこれでいいや。っていう、今日というものを投げ出しにしないようにしましょう。と、投げ出してしまわないようにしましょう。
というようなことですね。これはまあ、ね、今日はこれでいいやと今日を終えるっていうのは、今日という一日に対して いかがなものなのかと突きつけてくるような感じもしますね。まあ、私自身、今度会ったら謝ろうと思っていた友達に対して今度がなかったという痛切な体験をしたことがあります。あの日ちゃんと謝っておけばよかったなと今でも思い出します。まあ次に会う時がなかったわけですね。まあ死んじゃったしね。まあそれはまあ、やろうと思った時にしとけやって、謝ろうと思った時に謝っておけばとか、これやっとこうと思う時にやっておけばとか、ああすればよかったなとか思わないで済むような今日という一日を全うしようという話なわけです。まあただね、まあ、一生懸命頑張って解けなかった問題を今日解かなきゃ、全うしなきゃと思わなくていい場合もあるんだよ。まあ今日諦めて寝てる時にふっと答えが出る、まあ、これは睡眠効果っていうもんですから、そういうことも起こることはありますからね。まあ、その場合だったら今日はここで諦める、そして寝るっていうのが今日するべきことであったわけで、今日絶対この問題を解かなきゃっていうことが今日するべきことではなかったっていうこともあるので、いろんな可能性を考えながら今日という日のあり方を見直してみるということになるでしょうね。こういうことを言われちゃうと、今日頑張らなきゃ、今日必死にやらなきゃ、今日中全部やらなきゃっていうふうに思っちゃう人もいるだろうけども、そうじゃなくて今日諦めることが今日全うすることである場合もあるということです。で、スティーブ・ジョブズも同じようなことを言っています。これですね。これはスティーブ・ジョブズの言葉です。If today was the last day of my life, would I want to do what I'm about to do today? もし今日が人生最後の日だとしたら、やっぱりこれも家庭法申し訳ありません。家庭法でここは使ってますね。で、うん。どう使ってます。人生最後の日であるならば、今、今日しようとしていることを自分はするんだろうか。まあ、ジョブズはこれを毎日、まあ、朝、鏡に向かって問いかけていたということです。まあ、シビアな問いですよね。で、まあ、ここで感じられるのは、まあ、我々っていうのは、日常当たり前ですけども、まあ、惰性のように過ごしがちですよね。で、毎日同じような生きられる、同じような生き方ができるっていうのは、まあ、幸せなことではあると思います。が、今日しようと思っていること、今日あの会議で喋らなきゃなとか、会社行かなきゃなと思っていることは、今日じゃないといけないのか。人生最後の日でもやはり同じようにするのか、そうするのかっていう問い、これを突きつけてきているわけです。今日しようとしていることは、本当に価値があることなのか、自分の人生にとって。っていうことですね。まあ、今日が最後であっても、やりたいと思うことは何なのかと突きつけてくるわけです。今日が最後の一日だということは、突然分かった。一週間前からじゃないよ。とすれば、まあ、今日、夜の人はちょっとごめんね。今日朝起きた時に、あ、今日最後の一日なんだよということは分かりました。そしたら、自分はどういう一日を送るだろうと。ちょっと考えてみてください。これでまあ基本的には日常的なことを繰り返し最後の一日を終える、まあ、こういうふうに思える人は結構幸せなのかもしれませんね。あるいは逆に、こんな地獄のような毎日が終わってくれるならば、ただただそれを待てばいいんだと思ってしまうような環境にいる人もいるかもしれません。こういうことはまあいろんなことをね、想像していく力っていうのは必要だと思うんだけども、もちろん我々はそうじゃないかもしれないんだけども、そういう環境っていうのもあり得るよねと思うんですね。でさあ、じゃあ自分はどうするだろう。まあ自分は多分今だとほぼ日常的にいけるんじゃないかな、というかそうしようと思うんじゃないかな。まあね、妻が作ってくれる美味しいご飯を食べて、ちょっといいもの作ってねって言って食べて、そしてまあワインは今自分が持ってる中で、あ、一番いいワイン、最後の晩餐だからなと思い飲むと、そして会いたい人には会いたいな、それがまあ自分が最後だと
言われたらやりたいこと、実際できるかどうかわからないけどやりたいことだな。でまあこう思うようになるにはやっぱり自分も60歳ですからね、それなりに時間も必要だったのかもしれません。最後だからもう騒ぎまくってやるとか暴れまくってやるとか、まあ、何やしまくってやると思うかもしれないですよね。でもまあそう思ったら実は時間がなくなる、で何もできないまま終わっちゃうということにもなりかねないだろうなっていうふうに思うし、まあ、最後だからでっかいことやると思っても犯罪に走っちゃうっていうような人もいるかもしれません、まあ、それがいいかいけないかは分かりませんけども、まあ、人によっては様々なんだろうなっていうふうに思う。ただ今日が最後としたら自分はどうするんだろうなっていうような問い、これは時に考えてみる。で今日が最後だとしても今やろうとしていることはやっぱりやるのかな。そんな今やろうとしていることは価値ないならば価値がある一日を過ごそうよっていうふうに思うような思考、こういうのは日々時々かな必要なんじゃないかなっていうふうには思います。でまあ、自分だったらっていう問いっていうのは哲学の始まりみたいなものなのかもしれないしね、まあ、そこを考えて自分の生き方っていうのを時にまあ考え直してみるとか今の在り方っていうのを見直してみるっていうのは大事なことなんじゃないかなっていうふうに思います。一方マルチン・ルター宗教改革の人ですよねはこう言っています。 Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces I would still plant my apple tree。明日世界が粉々になる、終わると分かっているとしても捨てよ、それでもやはり私は自分のリンゴの木を植えるだろう、まあ、かなり有名な言葉なんですけども、これはまあ宗教改革途中のルターが、まあ、宗教改革が全然うまくいかなくなってしまうとしてもそれでもその芽は植えていきたいという話の局面です。ただまあもう少し一般化してこれを受け取った方が我々にはこう考えるきっかけになるかもしれません。ただまあ本当に世界が終わるんだったらリンゴの木も終わりますからね。だからやっぱりここだって私が明日死ぬと分かっていたとしてもリンゴの木を植えるよっていうくらいにした方が本当はこう妥当なんじゃないかな、まあ、ルターに逆らうつもりはありませんけど妥当なんじゃないかなと。だって世界が終わってリンゴを植えたって世界が終わるんですからリンゴも終わっちゃいますよね。で私が死んでもリンゴの木を植えたらそのリンゴの木はいつの日にかリンゴの実をなり実がなりそしてそれが誰かが食べられることになるっていう風な方がまあ私の日常感覚の中では妥当なんじゃないかな、まあ、自分が終わってしまうとしても希望の芽を世界に残したいな、そういう終わり方をしたいなっていうのは非常にまあ自分の中ではグッとくるなっていうセリフになりますが、世界が粉々になって終わってしまうならばっていう過程はちょっとこうまあルターにしたらそうだったんだろうけどどうなのっていう感じはちょっと思いますね。でさまだガンジーの言葉なんですよ、まだ前半だけです。 Never as if you are to die tomorrow まできました。 Long as if you are to live foreverに生きることになるかのように学べ、これも非常にまあしみじみと深い言葉だと思います。学びっていうのには終わりがないんですよ。これで自分は学び終わったなんていうふうな瞬間は永遠に来ませんし、自分は学び終わったんだよっていうふうな傲慢な人はただ単純に時代が変わっていく中で化石になる宣言をしているだけです。もう化石です、そんなの。でジャック・デリアっていうフランスの哲学者のが死を直前にしたインタビュー、まあ、癌と戦いながら死を直前にしたインタビューっていうのを著作化した放題ものがあって、この放題がこれ素晴らしい短くこんな薄い本ですよ、素晴らしい本だと思うんだけども、生きることを学ぶついにって言います。生きることを学ぶついに、これはフランス語だと apprendre à vivre en forme、 apprendre を理解する、学ぶ à vivre en forme、 こういうふうに言います。でこのジャック・デリダっていう人は、まあ、調べてくれれば分かるんですけども、まあ、あのすごい時代を変えたと言われてるんですけど、私自身はあんまりピンとこないんだよね。ただこの本
はすごかったです。でこの生きることを学ぶついに放題を含め翻訳日本語訳が、まあ、ジャック・デリダの弟子だったというか、まあ、皇帝弟子ですねだった鵜飼哲さん、この人の日本語が訳が非常に抑制が効いていて静かで死を目の前にしながら覚悟を決め自分は死と向き合ってるんだと思いながらジャック・デリダに問いをインタビューを問いかけそれを答えていく様を訳しています。まあ、ジャック・デリダ自身も、まあ、こういうふうに言ってますね。私は生きることを学んだことは全くない。この学んだは完了形です。生きることを学んだ、学び終わったなんていう瞬間は全くない。つまり学んだなんていうふうに思ってしまったらそこで化石化してしまうわけだよね。そこで終わってしまうわけだ。そこで生きること自体が終わってしまうことだ。つまり生きることっていうのは学ぶことであり、学ぶことっていうのは生きることだっていうふうにまあデリダは伝えていようとしているわけですね。まあ、これ非常にまあ私にとっては感動的な本でした。まあデリダに全く馴染みがない人が読むとここ何言ってるのか分かんねえみたいなところもいっぱいあると思いますけど、それでもこの語り口の中から感じ取れるものっていうのはある。やっぱ静謐に静かに語ってるっていうか静かな役なんだろうな。まあそこにこう死を目前としたそれでも学ぶのだというような姿勢っていうのは学び取れるんじゃないかなというふうに思います。まあ自分たちは何からでも学ぶことができるっていうのは私の何回も言ってきたテーマなんだけどね。本とか授業とか人からだけじゃなく自然とか植物であるとか周りの人であるとかあるいは何でもいい、全てのものが自分の学ぶ対象になり、まあ、ユーミンの言うような、全てのものはメッセージ、それを受け取れるかどうか、受け取って何か学び取れるかどうかっていうことが、まあ、生きていることに直結していくんじゃないかなっていうふうに思う。日常のことから自然から周りのことから周りの人からちょっとしたことから何からでも学んでいけるわけで、学び続けよう、生きている限りは、生きることはそうやって学び続けることなんだっていうメッセージ、これは自分も傲慢だけども人に伝えたいなっていうメッセージではあります。というわけで今回の名言第1回目は以上です。これからまあ毎回ねこういうように名言とか格言とかそういうのを紹介しながら、まあ、私が思うこととか、まあ、みんなにちょっと考えてみてほしいなっていうこととか、まあ、ちょっとハッとすることとかそういうことをできるだけ提示していきたいっていうふうに思うので、まあ、ぜひともこれからも、聞き続けてくれればありがたいなっていうふうに思います。でこの今回の講義はオープンにしますが、まあ、普段は学び直し大人のための英文法のメンバー会員に対して行い続けていくので、今回聞いてみてちょっと興味があるな、こういうの週 1,2 回、まあ、大体2回になると思うんですけども、聞いてみれば面白いかもなっていうふうに思う人は、まあ、ぜひチャンネル登録し、まあ、メンバー登録していただければありがたいというふうに思います。というわけで今回はここまでです。じゃあね。 See you. Bye bye.